簡易相当性とは、日本の律令制において、官人に付与する委会と官職との間に、一定の相当関係を設定した、官僚序列システム。日本律令の官位性は、大法令、養老令いずれも官位令において規定されているが、この模範となったのが、当官品令である。両者とも委会と官職との対応関係を定めているが、その根本原則においては、 大きな差異があった。当律量制では、官人の序列を決定するのは、官職という原則が通定しており、品会は、官職の等級を表す指標に過ぎなかった。官人には、官職とそれに対応する、品会が与えられる建前であったが、実際の官職には、限りがあったため、名目だけの官職が当てがわれたり、3位となるものも少なくなく、 実質を持つ官職を得ることで、ようやく官僚序列の中に参加することができたのである。ここでは、品会は大きな意味を持たず、官職のみが官僚機構の中で序列機能を果たしていた。一方、日本律令制では、官人はまず異会によって序列化され、そして異会に応じた官職が与えられることとされていた。日本では、律令制定以前から氏族性的序列が、 存在していたため、律令導入時に官任制を敷く従前の序列を温存しながら、各種族を官任として再編成する必要に迫られた。これにより、日本では党とは異なり、一回を主として官職を重とする官位制が導入されたのだと考えられている。この日本独特の官位制度を官位相当制という。具体的には官位例に基づいて、 以外ごとに就任可能な官職が厳密に定められていた。あくまでも以外が序列の主座にあったのであり、ある官職で実績、評価を重ねたとしても、党のように官職の昇進を受けるのではなく、まず以外の昇進を受けて、その後に昇進後の以外に相当する官職の就任資格を得るのが原則であった。ただし、様々な事情により、 異界と感触の相当関係が成立していない事例も発生した。その場合、異界相当よりも低い感触にある場合には、今日、反対に、異界相当より高い感触にある場合には、守ると故障した。実際の運用では、高い異界が全体的に与えられる傾向が強かった。また、時代が下り実量性の推移とともに、 正六位よりも下の異階の序人例はほとんどなくなっていった。なお、日本の簡易故障の正式では、官職と異階が相当である場合、官職を前に異階を後に記した。異階が高い場合、異階を先に記して、行の文字を添え、後に官職を記した。また、官職が異階より上位である場合、同様に異階を先に記して、守る文字を添え、後に官職を記した。 ありがとうございます。